こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は青木博也さんと一緒にお送りします。青木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、私からテーマを。お、久々に来ましたね。はい、実質金利とかね、はい、実効金利っていう言葉って聞いたことあります？字からして実質的な金利のことだろうけど、うん、意味は全然わかんないです。そうですよね、うん、なかなかねこれね聞かれてねパッと答えられる人ってそんな多くないんですけども、うん、まあ、この実質金利と実効金利って、まあ、言葉違うけど、まあ、要は同じことを指してるんですけども、うん、今日はねこの実質金利は、まあ、いろんな意味があるかもしれないんですけども、今日お話しする内容は銀行取引所の、まあ、銀行融資とかのね中でのこの実質金利のお話をしたいというふうに思うんですけども、はいはい、まあ、ということでですね、今回は実質金利って何っていうテーマでお送りします、うん、およろしくお願いします。お願いします。ではね、いきなりクイズをさせてもらいます。聞いてるだけだと思ってたのにまあでもね、すごく簡単な質問だからあるんですよ、安心してください。まずね、ちょっとここでドンと出します。はい、 A 社と B 社、はい、ありますけども、まあ2つの会社がそれぞれ X 銀行とお付き合いする内容が書いてあるんですけどもね、うんうん、この2社 A 社と B 社、どちらの利息の負担が小さいと思います？利息の負担が小さい、はい、引っ掛け問題ないですよね。うん、もう素直に言っちゃっていい。まあそりゃ A 社が 2.5% で、うん、B 社が 2% なんだから、うん、まあ、金利の安い B 社の方が負担少ないんじゃないですかね、うん、まあそうですよね、うん、まあそうなると思います。はい、まあこれはそうだと思うんですけど、はい、じゃあね、ちょっとドンってね、こういった形、ちょっとね、預金のお取引の内容もちょっと入れてみました。はい、上はね変わんないけどね、その借り入れの額とか融資率が変わんないんだけども、うん、預金の内容が変わったというところです。これだったらどうかなっていうところですね。どっちが、うん、安いか、まあ、低いか、負担か。まあ、借り入れの内容は上では変わってないですよね。うん、うんうん、そうそう。まあ同じじゃないですか。B 社の方が負担が少ない。うん、普通そう思いますよね。はい、だって借り入れ変わんないんだからね。うん、借り入れ変わんない、うん、ここがね、実はこの実質金利のからくりでして。からくり。そうなんですよ。この場合ね、実はね、利息がね、表面的に利息が安い 2.0 の方で安い B 社の方が実質的な金利負担は重いんですよ。重い、うん、重いの。重いの。え、じゃあその下の、うん、預金が影響してくるってこと。そういうことだね。なんですか。はい、さすが鋭い普通かそうなんですよ。ここはね、もろにその預金のね内容が影響してきます。なるほど。ちょっとね、この実質金利、まあこれ実効金利と言いますけども、計算式をご紹介しますとね、この通りで、はい、融資利息引く預金利息、うん、割る融資平均残高マイナス預金平均残高っていう形の、まあ、計算式になります、うん、ちょっと言葉だけでもね、ちょっと入ってこないかなと思うんですけども、ちょっと具体的にこの A 社と B 社の、ね、数字を入れてみると、はいはい、もうちょっと分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、まずね、融資利息引く預金利息のとこですけども、 A 社はね、融資5000万円借りてきて、うん、融資の利息は 2.5% ですよってことなんで、これは融資の利息が125万円になりますね、はい、うん、で普通預金の利息収入っていうのは、これはまあ1000万に対して 0.001% ってことは、うん、これ100円になっちゃうんですね。はい。なんで、ここではちょっと万円単位なんで、まあ、ちょっとゼロにさせてください。ゼロ円というか、はいはい、ゼロ万円。はい。で、定期預金の利息がどうかっていうと、これは1000万円の 0.1% なんで、まあ、1万円という、うん、利息になります。そうするとね、まあ、125万引く1万円の124万円ですねというのが、うん、まあ、左側の括弧になりますよね、はい、で一方右側の括弧っていうのは、融資の平均残高引く預金の平均残高なんで、5000万円の借り入れから普通預金の1000万と定期預金の1000万の2000万を引くので、うん、5000万引く2000万円ですという形になります、うん、なので、計算すると124割る、3000万ということを計算すると 4.1% になるんですね、はい、うん、ちょっとね、もともとはこれ 2.5% で借りてるんですけども、うん、実質金利で見ると、まあ、4.1% になる、まあ、ちょっと高くなるねってことなんですけども、うん、これじゃあ B 社はどうかなって見てみますと、まあ、同じように計算しますとね、まず、融資の利息っていうのは5000万円の 2% なんで、まあ、100万円ですと、うん、
で、提供金は、2000万で、まあ、2万円ですねってことになりますんで、うん、まあ、100万円引く2万円ということになりますよね。で一方で、融資の平均残高引く預金の平均残高を見ると、まあ、融資は5000万同じなんだけども、うん、預金の残高は、まあ、2000万と2000万定期と普通預金がね、うんうん、あるんで4000万と、はい、まあ、5000万引く、4000万で1000万ですと、はいはい、なんで、うん、98割る1000万ってことになるんで、まあ、ざっくり 10% っていうところになります、うん、なるほど、ずいぶん変わりましたねこれはね。そうなんですよ。で B 社のじゃ実質金利が 10% 程度、うん、ってことはノンバンク並みですよ、ね、そうだね、ノンバンク並みかもしれないね、そういった意味ではね、うん、なるほどね、うん、借りてる銀行に預金があれば、うん、実質的に借りてる金額は少ないってことだから、そう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 、うんうん、実質金利は高くなると、そういうこと、いうことなんですね。その通りです。なるほど、まあ、銀行さんっていうのは、まあ、いわゆる普通のこういろんな方からこう預金をね預かって、はいはい、でその預かった預金を今度融資に回してるっていうような形で、うんうん、まあお金をこう回しわけなんですけども、うん、まあ、すごくシンプルに極端に言ってしまえば、まあ、B 社さんは自社が借りている5000万円は、うん、自分が預けている4000万から、まあ、一部借りてるっていうようなイメージになっちゃってますよね。なっちゃってますね。そう、これがいわゆる実質金利の考え方なんですよ。うん、なるほど。でこの実質金利っていうのがですね、うん、実は銀行の、まあ、本当の収益という、うん、考え方になります、はい、そうだからそういった意味ではこの実質金利が高い会社であれば、うん、その銀行にとっては儲けを生んでくれている会社さんだと、うんうん、そういう考え方になるんで、取引会社さんそれぞれいろいろは、まあ、銀行にとってありますけども、はい、それぞれがどのぐらいの実質金利になっているかなっていうところは、うん、すごくねしっかりと見ているポイントの一つなんですね。あ、なるほどね、うん、だからこれはね実はその会社自身の預金だけではなくて、まあ、ケースも言いますけども、はい、社長の預金も含めて考えるっていうこともあります。なるほど、うん、まあ、だからねよくあの銀行さんが提供金作ってくれませんかとか、はいはいはい、ね、預金もっと増やしてねとかありますね、言ってきますよね、はいはい、あれってつまり、まあ、こうしたからくりが裏にはあるんだよってことなんですよね。なるほどね。そう、そうしたらこの実質金利を計算して、うんうんうん、その銀行とこの条件の交渉みたいなのをするっていうのはありなんですか？うん、まあ、そうですね、まあ、状況によってはありですね、うん、まあ、ただあんまりこの金利でゴリゴリと交渉すると、はい、まあ、あの関係をうまく築けないケースもまああったりとかするんで、そこら辺はまあいい環境を築きたいっていうことがまあ根底にはあるとは思いますので、うん、まあ、それを考えるとまあ、ある程度いい塩梅でね、こうバランスよくやっていくってことがいいのかなというふうに思うんですけどもね。ただ場合によってはですね、こうあまりにもその銀行さんがですね、そのいわゆるその実質金利を高めようっていうことで、まあ預金提供金いっぱい作れとか、定期積金やれとか、まあそういったちょっといわゆるそういったどちらかというと銀行寄りの判断の中でこう無理強いをしていくとか無理難題を言ってくるみたいなことだと、それでちょっとこう銀行さん自身の収益を重く見ていて、取引先の企業のことはあんま考えてないっていうことも、まあ、考えられるじゃないですか。まあ、そうですね。うん。だからそこら辺は、まあ、ケースバイケースだけども判断した方がいいかもしれない、取引のこともね含めてね、はい、そうなんで一度ね、そのまああんまり多分多くの会社やってないと思いますけども、まあ普通何校かお取引があるじゃないですか、うん、2校3校って、でそれぞれの取引を整理して、であの自社のね、その実質金利がそれぞれいくらになってるのかなってところを、うん、まあ、一覧表でこう作ってみて、まあ、比べてみるのもね、うん、まあ、面白いかもしれないなというふうに思いますね。なるほど。まあ、実際この銀行さんにとってはこの実質金利っていうのは、まあ、融資をする上でも重要な要素の一つになってくるんですね、うん、なんであの融資の判断をするときにもその実質金利の部分で、まあ、要は高いと、うん、だからその会社っていうのはうちの銀行にとってはまあ、メリットのある会社ですよってことになっていると、やっぱり融資にも積極的になるだとかですね、うん、まあ、支店長もイエスって言いやすくなるだとかみたいな、そういう作用も実際あるんですよ。やっぱり銀行さんってそのもちろん財務がどうかっていうところで判断もちろん中心にはするんですけども、例えばいろんな形で手数料をうちに払ってくれてるっていう会社っていうのは当然取引するメリットが高い
取引先だっていうことで、やっぱ融資にもプラスに働くっていうのはこれ事実あるわけなんで、そういった意味ではある程度その実質金利もね、あんまりこう下げることばっかり考えないで、ある程度はキープしてあげて、で銀行にとってまあ自社がメリットある会社だというポジションをですね作って、まあうまくこう銀行取引があの円滑に進むような取り組みを意識するってことも重要かもしれません。なるほどね、まあ、だからバランスですよね。そうですよね、そう、なんかそういう視点で考えたことなかったんで、もうすごい今回はちょっと勉強になりました。今回は今回も毎回勉強になってそうそうそう、でも実際ねこういう視点って意外とやっぱり知らないと思うし、そうですね、知ってるよっていう社長さんはそんなに多くないと思いますんで、ぜひですね今回はこの話をねあのご参考としてもらいたいなというふうに思います。はい、はい、以上ですね、今回は実質金利って何っていう、ね、テーマでお送りしました。ぜひともご参考としてください。青木さん、今回はありがとうございました。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 